企画部が算定いたしますと、修理対応ということで、お客様の期間をお預かりして、修理のお客様になっておりました。ご覧のように、電源ケーブルが独自で断線できますので、修理の対応の必要はございません。これでお客様にとっては修理になる期間も、短縮化できますので、作業に支障をつかまないといけません。また、電源ケーブルのですね、一応耐久性を上げるために、こちらにですね、断線防止ストッパーというのがついておりますので、こちらも活用していただければ、より一層、機械の皆さんが可能性できるというふうに思います。また、今日お菓子の、グラスの交換ということで、消耗品の中で多い、ロールブラシのブラシ部分だけがワンクラスで交換できます。このようにスムーズにフォームを手軽に、脱着できますので、メンテナンスフォームを含めてどなたにも交換できるようになります。これとブラシの高さ調整ということで、こちらの、コースを使っていただいて、ワンタッチで高さ調整ができます。また、今回の機械の特徴といたしましては、フットスイッチ。このように、足でワンタッチでスイッチを入れることにより、ドラムを簡単に変えます。これのスイッチの最大の最大の理由はですね、電源ケーブルも含めて、このヘッドのところに全て電気機能を使用するということで、このフットスイッチを開発いたしました。キャリングハンドルはですね、上部の部分と本体の中央にございますので、階段などの移動も非常に簡単にできます。また安全機能といたしまして、例えば使用中ですね、こういった衣服を担当しますと、その場で機械が出てきますが、衣服を取り入れていただきまして、フットスイッチを渡していただければ、すぐ復旧するという、こういった安全対応が入っています。配布の実態につきましては、今回3種類のデータを装着しております。ペーパーバッグ、セカンドフィルター、最終のフィルターが、こちらのペーパーフィルターを装着しておりますので、配置が非常に綺麗だというのを装着しております。今、ざっとですね、機械の特徴を VTR を使ってご説明いたしましたが、実機で再度ご説明をさせていただきます。まず先ほどから言っております、電源ケーブルの交換、こちらはですね、このようにホルダーを外していただいて、ワンタッチで脱着できます。ですから、お客様の現場におきまして、このケーブルをよく1本持っていただければ、トラブルがあるときにそのまますぐ交換ができて、修理の必要がございません。メンテナンスコストとしましては、工事に、そういった不問は発生いたしませんので、ランニングコストが非常に安くなります。それと、このスイングバックライトの一番の特徴としましては、先ほども言いましたフットスイッチがあるんですけれども、これはこのヘッドの部分に全ての電気回路を集約しております。そのために足元でフットスイッチを使っていただいて、例えば大きいものを挿入
ですと、手元にスイッチがあるってのがあるんですが、どうしてもこういったハンドルの中央に接触があったりして、そのコネクターが例えば緩んだりということで、動かないというトラブルがあります。そういったことを防ぎます。また、このスイングバックライトの内部にはですね、アナログ回路を採用しておりますので、基板等を使用しておりません。基板を使用しないことにより、故障しにくい、また故障したとしても復旧が早い、で基板ですとか、そういったもののコストはかかりませんので、もし何かトラブルがあったとしても、非常にお安く修理できるというのが特徴でございます。また、今ちょっとランニングコースの話をします。先ほど VTR でもご説明いたしましたが、ロールブラシの交換の方がですね、ワンタッチで交換できますので、このブラシだけを購入していただければ、すぐ、消耗品の交換ができるというふうになっております。あとですね、ちょっと VTR じゃなかったんですけれども、例えばこういう車輪の破損等もあります。多くの、アップライトの掃除機はですね、こういった車輪を取り外すときにですね、シャーシを全部バラバラってなるんです。今回のように新しいスイングバックライトはですね、車輪を上に一つで外すことができます。ですから少し器用な方がいらっしゃれば、ドラッグもメンテナンスができる。肝心の操作点なんですけれども、ワンモーターになることにより非常に軽量になりまして、手元の操作重量ですね、この手元の操作重量、こちらは10Rに比べまして3分の2の感じになります。約1キロの感じになります。ちょうど普通のアクライトの広がりを少し長く感じになっていますので、長時間の作業に対しても非常に体の負担が少ないというのが特徴になります。あと、こういう高いところですね、清掃する際にアタッチにいろいろくっついておりますので、高所の清掃も使えますし、非常に使い勝手の良いそういうことです。オプションアクションです。ノズルにつきましては、こういう先端の細いノズルと、肝臓のノズルと2つついておりますので、いろんなところで使えると思います。こういったものすごい特徴を持ちまして、操作性のいい、新しいワンモーターアップライトを、私どもこちらの具材という商店の商店ブースに展示しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。